先生、ちょっと時間もらうよ。うへえ、こんな姿勢でごめんね。実はこの前、セリカちゃんのバイトの手伝いで、アビドスのみんなで荷物の積み下ろしバイトに行ったんだよ。でも、運ぶ時の姿勢が悪かったせいか、終わる頃には腰が痛くなっちゃって。シロコちゃんやセリカちゃんは元気そうなんだけど、おじさんはなかなか痛みが引かないんだよね。うへへ、動いただけで痛いよ。先生、腰痛を和らげるいい方法、知らない？ブルー